あなたの会社の実質的支配者は誰ですか？株式会社でさえなんか銀行口座開設と嫌がられるような時代になってきてますんで。はい、それでは今日はですね、マネロンに甘い国日本ということでですね、お話をしていきたいんですけれども、結論何が言いたいかというと、合同会社はもうオワコンですよということがお話したいんですよね。というところで今日解説していきたいと思うんですけども、これはですね、まず何の話かというと、マネーロンダリング対策を審査する国際組織というのがありましてですね、FATF という略称でですね、存在してるんですけども、ファイナンシャルアクションタスクフォースというですね、金融活動作業部会というのがあるわけですよね。でこの FATF が、日本のマネロン対策、マネーロンダリングの対策ですね、がちゃんとできてるのかっていうのを、まあ、監査に来たんですよ。で、その監査した結果、どうやったかっていうのが、去年の夏ぐらいにですね、公表されてるんですけども、どんな内容かっていうのがですね、知りたい方はですね、この金融庁のページ検索していただいて、このFATFによる第4次対日相互審査報告書の公表についてというところのページ見ていただくと、PDF のファイル見えますんで、見て勉強してもらうといいかなと思います。はい。で、その監査の結果、日本が何を言われてるかですね。これです。金融機関に関するマネロンテロ資金対策が甘いですよと。で、どれぐらいランクが悪かったかっていうと4段階あるんですけど、下から数えて2番目のランクに日本が評価されたというところで、良くないわけですね。で、これに対してですね、日本はしっかり対策をしていかないといけないですよねってなってきてるんですけど、まあ、指摘されてるのって金融機関だけじゃないんで、まあ、日本のいろんな仕組みの中でですね、こういう対策はしていかないといけないですよっていうふうに指摘されてるんですけど、まあ、今回はですね、僕は銀行口座の開設についてですね、いろんな動画を上げてますんで、金融機関に関する今回のこの指摘の部分についてですね、ちょっと関連するお話をしていきたいんですけども、まあ、金融機関のマネロン対策が甘いですよと指摘を受けてるわけなんですけども、とは言ってもですね、今まで何もやってなかったわけじゃないんですよ。銀行もちゃんとマネロンに対する確認をですね、今までしてきてるんです。で、その一つがですね、これです。実質的支配者の確認ということで、犯罪による収益の移転防止に関する法律っていうのがあって、その法律に基づいて確認がされてるんですけど、銀行口座をですね、会社で開設しに行こうと思って窓口に行くと、必ず聞かれる質問があるんです。あなたの会社の実質的支配者は誰ですかと。会社を作って、初めて銀行口座の開設に行った時に、多くの方が何これって思うのがこの質問です。これについてですね、解説していきたいんですけども、まず実質的支配者っていうのはもう呼んで字のごとく、その会社を実質的に、実際に支配しているのは誰ですかっていうのを確認してるんですけど、会社っていうのはですね、どういう仕組みになってるかっていうと、ここにあるようにですね、株主がいるわけですよ。会社には株主が絶対いるんです。会社に対して出資をしている人です。例えば僕の場合はですね、僕が出資をした会社でやってるわけなんですけども、その会社の代表取締役に僕が就任してるわけですね。多くの個人経営、自営業をやってる法人はですね、このパターン結構多いと思います。100% 自分で出資をしていて、その出資をしている株主が代表取締役をやっているというパターンが多いんですけども、この場合はシンプルなんですよ。銀行口座の開設に行く、窓口に行くのも僕です。で、実質的支配者誰ですか？僕が議決権 100% 持ってるんで、この会社は正真正銘僕のもんですよ。というふうなのが簡単に説明つくんですけども、株式会社っていうのはですね、違うパターンもあるんです。例えば、こんな感じですね。僕が 49% の出資をしていてですね、残り 51%、この投資家に出資してもらってますよ。で、その会社に僕が代表取締役でいますってなったら、実際に会社を取り仕切るというか、会社の業務をやってるのは社長の僕かもしれないですけど、その社長とか、その会社自体を握ってる人って誰ですかってなったら、僕は議決権 49% しかないんで、この株主 51% 持ってる人の方が強いわけですよね。ってなってくると、過半数の株を持ってる人がその会社を支配できるわけなんで、実質的支配者っていうのはこの人に変わるわけですよ。ということで、銀行口座開ける場合っていうのは、必ずしも窓口に来てる人が実質的支配者ではない可能性があるわけですね。っていうところで、その会社っていうのは誰のものなのかっていうのをですね、確認していく必要があるわけなんですけども、他にもですね、完全にこの投資家の人が 100% 出資して、僕が代表取締役に就任してるみたいなパターンもあるわけですよ。まあ、いわゆる雇われ社長みたいな感じで言ったりしますけども、オーナーがいて、そこで社長やっていますよ、というパターンもあったりしますんで、
株主と社長が別人の可能性がある。そして株主が、持っている会社ですよというふうになってくるので、こんなパターンも実際には存在します。で、個人だけだったらですね、結構シンプルなんですけど、こんなパターンもあるんですよ。会社の株をまた違う会社が持ってますという場合があるんですけど、こうなってくるとまた余計ややこしくなるんですね。この会社の実質的支配者は誰ですかというふうになってくるんで、もう実質的支配者って探し出すともう大変なことになってくるわけですよね。でこれが株式会社でさえこういう状況になるわけですよ。で他の動画でちょっとこれ解説してるもんになるんですけども、株式会社と合同会社の違いですよねっていうのがあるんですけど、その中の2つの項目ですね、定款の認証、役員の属性という欄なんですけど、定款っていうのはですね、その会社のルールを決めた書類なんですけど、株式会社を設立する場合には交渉役場にそれを持って行って、交渉人っていう第三者の人にこのルールでこの会社やりますよっていうふうに確認してもらうんですよね。でそれに対して合同会社っていうのはその確認が必要ないんで、まずそもそも株式会社なのか合同会社なのかって比べた時に、第三者の視点が一度チェック入って設立されてる会社なのかそうでないのかっていうところでですね、信用度がちょっと違いますよねというふうになってきます。そしてもう一つは役員に入れる人ですよね。株式会社の場合は役員は必ず個人しか入れないんですけど、合同会社の場合はですね、出資者全員が役員に入るんですけど、出資っていうのは会社もできちゃうわけなんで、役員に会社が入ってくる可能性あるんですよ。となってくると株式会社でさえ実質的支配者が誰なのか会社が入ってきてますよねってなったりするんですけど、合同会社の場合はそもそも誰が実質的支配者なんですかっていうふうになってきますし、そもそも合同会社っていうのはまず設立の段階で第三者の視点も入ってないし、なおかつ役員には法人が入ってくるかもしれないしってことでチェックポイントが増えるんですよね。ってなってきた時に、新しい銀行口座開けてくださいって来た時に、どういう会社ですかって合同会社なんですって来た瞬間ですね、銀行なんて思うか聞いてないですけど、多分めんどくさいなって思われると思うんですね。っていう風な差があるんですよ。で最近僕も銀行口座の開設に関してですね、相談を受けることもあるんですけども、合同会社の人数名お話聞いてますけど、全く空いてないという人がいるんですよね。っていうぐらい合同会社で法人口座開けようと思うとかなり厳しい時代になってきてます。他にもですね、株式会社を立ち上げた人の例ですけども、最近あったのがですね、銀行に連絡をして銀行口座開けたいんですけどみたいな話をしたらですね、決算書をまた出来上がったら持ってきてくださいみたいな話なんですよね。いや作った会社で決算書なんてあるわけないじゃないですかって話なんですけど、一期終わったら決算書できるんでそれを持ってきてくださいねみたいな形でですね、株式会社でさえなんか銀行口座開設嫌がられるような時代になってきてますんで、こんな時代に合同会社を作るっていうのはですね、会社運営がしにくくて仕方がないと思いますんで、よっぽどの特殊な理由がない限りはですね、株式会社しか設立する必要がないかなと思います。で株式会社でさえ、なかなかこう銀行口座も厳しくなってきてる時代なんですけど、こう銀行口座の開設トライしたけど結局開きませんでしたっていうパターンもあったりするわけですよね。その場合の処置として今どんなことをされてきたかっていうと、法人の口座開設は断られても個人の名前で個人口座を開ける場合ですね、結構これ比較的簡単に開設してもらえるんですよ。社長個人名の口座だったりとか家族ですよねとか従業員の方の名前の口座を新しく開けてもらって、それを会社用の口座として使っていくってことが結構いろんな会社でされてます。でこれに関して厳密に使い方的にルール的にどうなんだっていう話もあるんですけども、これは別にこう大きな問題になってきてないんで、あまりこう触れてこられなかったんですけども、結局ですね、他人の口座を使ってるってことには事実変わりがないので、今回のですね、そういったパトフの指摘からしたらですね、そういう使い方をさせてはいけないというふうに考えることもできますので、そういう口座に対してのチェックがこう厳しくなってくるんじゃないかなというふうに考えられます。というところで、今後、代表者個人名義の口座とか、家族だったりとか従業員の方の個人名義の口座を使用していると、今後何かしらデメリットにつながっていく可能性っていうのは大いにあると思います。というところで、
法人口座ってなかなかこう開けてもらえない時代には突入してるんですけども、それでも法人口座の開設っていうのは必須になってきますんで、法人口座開けようとされてる方はですね、僕の他の動画もしっかり見ていただいて、万全の準備をしていただいて法人口座開設にチャレンジしていただきたいなと思います。はい、ということでまとめていきますと、銀行口座開設のハードルっていうのがですね、今上がってきてます。まあ上がりきってるわけじゃないんですけども、上がってきてるんですね。で、株式会社の設立っていうのはですね、先になればなるほどどんどんこの銀行口座開設のハードルって上がってきますんで、もう早く法人立ててしまってですね、法人口座開設のハードルが上がりきる前に法人口座をしっかり開けとくっていうのがですね、重要になってきますんで、しっかりと事業計画立てていただいて、法人を設立をですね、いずれしようと思われている方はしっかりちょっと急ぎでですね、いろいろしっかり計画を立てて動かしていただいて、急ピッチで法人口座の準備に取り掛かっていただければいいのかなと思います。というところで、今日は銀行口座の開設に関するところでお話ししてきましたけれども、まあ、他のテーマでもですね、経営に関するテーマでお話ししてますんで、そういった日々会社経営する中でですね、事業運営する中で、お困りごととかありましたらですね、下の概要欄の公式 LINE からですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい、というところで今日は以上になります。経営者の味方、上杉でした。